熊本大学オープンキャンパス計測制御工学への扉というタイトルで話させていただきます。制御工学は様々な環境で利用されています。ここではその一例として、倒立進請システムについて説明をしていきたいと思います。自由リンクがあり、下向きに振り子がある場合を考えます。この時、自由リンクの摩擦重力の影響で、時間の経過によって 延直下向きになって静止するといった挙動をします。次に同じ自由リンクを考えて上向きに紳士を立てた場合を考えます。この時何もしなければ重力の影響で下向きに移動し落下して最終的には下向きに静止するという形になります。その一方でリンクの位置を 左右にうまく制御してやれば、それによって上向きでキープすることができます。これは、放棄を手のひらの上に立てて、何秒間静止させることができるかといったゲームを考えてもらえば、その制御の難しさはわかるかと思います。セグウェイという乗り物では、倒立進士と同じ動作原理をしています。倒立状態で姿勢をキープする。もし制御しなければ転倒してしまうということになります。 ここではセンサーデータ情報をどのように利用するかといったことがキーになってきます。これは小型車両を用いて倒立進士を模擬した制御を行っている実験の様子です。タイヤにはモーターがついており、センサーによって外部の環境を測定しています。多少指で触ったとしても倒立状態を保っているのがわかるかと思います。 大学では制御工学を学びます。特に工学系の情報や電気、電子、機械といった分野では、制御工学は重要な技術の一つです。この制御工学は高校の数学や物理の延長であり、数学や物理が好きな人は興味を持ちやすいような科目であります。熊本大学では情報電気工学科と機械数理工学科で制御の科目があります。関連する検索キーワードとしては、 制御工学伝達関数、状態方程式などがあります。身の回りには様々な計測制御システムがあります。ロボット掃除機やエアコン、自動運転などに用いる運転支援システム、農作物の自動収穫ロボットなど多岐にわたっています。ここではエアコンを例に少し紹介したいと思います。エアコンではある一定の温度に 部屋の温度を保ちたいといとう目的があります。このような目的のことを制御目的というふうに呼びます。この制御においては温度計の値、すなわちセンサーの値を見てエアコンの出力をどれぐらいの量にするかというのを調整します。そしてこの調整も各時刻ごとでどのような値に設定するかといったことを微調整していきますので常に温度の値を監視しその温度の値と 目標値との差を観測しながら、コントローラーでどのような入力を決めるかといったことを考えています。制御で達成すべき目的としては、指定された設定値の維持や、目標信号への追従などがあります。特に先ほどの倒立進士の制御においては、指定された設定値への維持といった制御がなされています。そして外部からの外乱に対しての強さというのも、 制御での目的のうちの一つになります。先ほどのスライドに戻りますが、倒立進士のシステムでは、センサーとしては速度センサーやエンコーダー、位置計測のためのセンサーなどが用いられています。さらにアクチュエーターとしてモーターが利用されています。この倒立した状態で姿勢をキープするのは困難であるといったことから、フィードバック制御が施されており、このフィードバック制御を行うためには、 数学や物理の知識を前提とした制御工学を駆使することになります。車輪型倒立心士の例に戻りますと、このように倒立状態をキープするために、車体の速度や姿勢角、姿勢角の角速度などを計測しています。これは常時計測していることになります。そして安定化するための制御を行うということになります。 以上で、計測、制御工学への扉の説明を終わります。制御工学に興味を持たれた方は、次の QR コードから、研究室のホームページを見ていただければ幸いです。ありがとうございました。